見て、かわいいこのロゴ。こっちはな、大橋さんタイヤにゃ。ほんまや。じゃあ、抜けてる大橋やにゃ。ほんまやな、しかも羽。ほんまや。かわいいな。かわいい。さあ、飲みの市やってるかな。本来ならここもやってるはず。いや、もうちょっと先やと思う。じゃあ、まだ期待できる。うん。座るで。イメガ発見。おっきい。ここから取れるかな、やってみよう。おお、50ポイント。あ、すごい。やっぱでかいから。うん、やったね。ラッキー。今まで121匹捕まえました。あ、すごい。151やったらポケモンやん。ほんまやな。いや、それ昔のね。今は知らないけど。今はもっとおるよね。あ、やってます。やってた。やってました。さあ、今日も楽しんじゃいましょうか。今日のお目当ては、まあ、前回からの続きでワイングラス。はい。と、あやちゃんの鏡。鏡、はい、ワイングラスと鏡、あるかな。でも今日はもう最近収穫がね、すごくいいんで、もうゆるゆるになるような気がします。もっと余裕持って見れちゃうやつ。もう、スンって見るからもうだんだんマスターになってきたからなあとまあその閉鎖されていくかもしれんからさ。そうやね。そう、生きる間に行ってこうと思ってやってきました。最終かもしれんもんな。じゃあ行ってみましょうか。はい、行きましょう。マシアビデオ。早速アクセサリーのお店。おお。なんていうの、つけるに置けるタイプがいいねんな。はい、見たことあるいつものお店もありますね。最近あれやな、同じ人らに出会うな。イヤリングあるかも。あ、可愛いかも。可愛い気がする。こういう。よし、さてこれ。最強。最強。え？どう？あんま綾っぽくないね。確かに、ちょっとなんかここが見えちゃうのが残念かな。あー、惜しかった。まあ可愛いねんけどな、見た感じはな。うん。うわ、すごくないこれ。すごい。かー、ここでもすごい食材がいっぱいあって面白いな、うん、食材屋さんみたい。この入れも面白いな。お姉さん、ワンちゃんがその鳥トラ、トラはしてる。鳥捕まえてきたよってやつ。飲食店もある。綺麗な鏡の。皿も可愛いね。うん、こんなんめっちゃかっこいいな、これ。なこれ素敵。マホック系の甘いお菓子とか置いてた、うん。あー、確かに似合うな。これいいやん。あ、やばい。あ、重たい。バーン。すっごい重たい。こんな重たかったんやん。いいね。セットいいな。うん。足。鳥ちゃん、あー、かわいい。かわいいな、その鳥ちゃん。ひっくり返されて置かれてる。こういうのもすごいな。これもあれだ、ショットグラスやろ。へえ。これはマッシュ好きなやつ。ちょっと違うかな。いいけどな。いいけど違う。このお皿もかわいい。お皿かわいいな。うん、お皿かわいいわ。うん。袋めっちゃいるやん。あ、ほんま？いろんなとこで見かけへん。あ、でもつがいの袋みたいなのよく見るよな。なんか意味があるかな。あ、これの俺気になった。貼る。ああ、いいよ。このコップとか前のやつに似てるやんな。あ、ほんとや。このコップすごい前のやつすごく似てる。違うん？違うんじゃん。これええやん。あ、これめっちゃいいやん。これええやん、この。いいやん。素敵な額。めっちゃ可愛いじゃないですか。いくらですかね。何本やったら買う？20。セコンビアン？セコンビアン？コンサコン。サコンドゥ。わー、テイビアン。あー。わー、テイビアン。セコンビアン。セコンドゥ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 。すごい、やっぱ高いね。やっぱいいもん。だってあの鏡もほら、あやちゃんのテンション上がる鏡やわ、あれ。これはこれもええやん。2本はファブリケオンイタリー。セコンビアか400万やって。あー、ファーマル。はい、とてもジョリー。はい、とてもジョリー。はい、あー、プライス。はい、メシメシメシ、オッケー、ジブレフレティ。いや、1万円ぐらいやな、言うたら。いや、いいけどな。ほんまや。
覚じゃない。ここなんか素敵やな、こういうのとかもいいやんな。これパン、ちょっとパン食べようとしてるから。パンの食べかけあ、すごい、相談して売れるかも。大丈夫かな、やってみて。あ、サバサバサバ。アレジ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 。あ、また違うね。もうでも持ってんだよ、お気に入りのやつをさ。ごめんね。ごめんね。ワインを。ワインを味見するやつやって。なんでこうなんやろ。これめっちゃちっちゃいやん。なんかこれを首にかけとくんじゃなかったっけな。じゃあ、色んなセッティング。あ、サバサバ。ノー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 。ノーセバガウン。あとスシー。パルスシー。メーシーマダム。オッケー。その鏡求めてたんで、ちょっとさっしてるやろ。伝わってた、伝わってたと思う。うん、あ、いいね、みたいな。しかも、あれ、良かったもん。すごい良かった。センス良かったから。うん。だからちゃんと売りたいねんね。うん。いい人やったよ。素晴らしい。そこに角砂糖をいっぱい詰めてさ、それでコロンコロンとか。ワンちゃんの手や。どう、仏像は。いらない。仏像コーナー。わあ、こういうのすごいよな。すごい香りがする。すごいかっこいい額がある。これ？鳥が入ってる。ああ、立派やな。でも日本じゃなくて、あれなんかな、ちょっとアジアンチックな感じがあるけど。うん、これかわいいね。何のやつやろな。何やろ。アクセサリーは止まらないぜ。アクセサリーなんてね、いくらあってもいいですからね。あ、かわいい。それいいやん。あ、すごい変更色やん。こういうのとかもさ、意外といいよな。まあまあまあ、最近つけてるこのグラスいっぱいだよ。本当？うわー、すげえ、ここ。わあ、わあ、めっちゃいっぱいある。すごい。マジ欲しかったやつやん。ちゃうねん、全然ちゃうねん。でも全然出会えへんねんな。ああ、綺麗。いいね。でもこういうので3ユーロでナイフとかさ、綺麗に磨いてったらなんか立派な育ちそうやでな。こんなんとかさ。そうやな。すごい立派じゃない？このモストコドロップは。意外とそういうのいいのかもな。しっかり研いでさ、研ぐてできへんわ、まだ。いろんなプロになりそう。マッシュの技術ではどうですか。なんかブローチめっちゃあるな。わー、すごい。ちょっと真ん中のんが可愛いけどな。なんか可愛いよ。ここになんかありそうな気がするね。こんなんもあるんやね。でもなんか確かにこう探すの楽しいよな。あ、見つけたのが楽しいね。こう狙いにってあるもんじゃないものがあるからな、面白いな。そうやな。かわいいね、確かに。どうなるでしょう、やっぱつけてどうかやな。うん、まあまあまあ、そうですか。個人的にはでもつけるのはややから。どう？でかっ。それやったら俺前買ったあの大きいやつのが好きかな。確かに。うん、まあまあまあ、まあ、かわいいけど。かわいいな。やめようかな。着な、着てなさそう。着なさそうか。だね。うん。あ、見て、ちょっとまたちょっとあれやな、あれやな、ナチュラルキッチンみたいなね。結構好きやけど、まあ買うほどの。可愛いよな、この持ち手が可愛いよな、これ。でもそんなに疲れへんかな。すごい、このワンピースやちゃん、柔らかい。ローブなんや、額が可愛いな。でも今も欲しい。可愛いな。可愛い。ここは男子喜ぶゾーンやな、多分。お、なんかここ面白いのがあるんで、あれこれ見て。これ何？見たことある。これでも知ってる、こんな。これはまだ初めてかな。すごいな。あ、これ瓶と下は別か。これもまあちょっと可愛いけどな、この奥の。あ、ほんまや、セットなあ。いいけどね。うん、でも違うかな。ここ一緒やと思うで。見たことある。ほら、この立派なやつ。いつも猫待ってなかったけど、うん、ここでな、いつもの猫ちゃんがおんねんけど、これでも庭にこれ置くんやんな。すごいよな。
ここで本読んだりとかかな。あ、おった、この猫ちゃん、ね、あ、一番猫ちゃん、もう百発百中の猫ちゃん、かわいいね、今日も元気そう。うわー、あいつ見て、このあ、ダーク系、暗黒系アイテム。これあれやんな、毒っぽいのがおるな。ちょっと素敵そうな雰囲気、香りますね。見て、あのミルクの何ミルクの形した違うオブジェかな。お、ここはいい感じのグラフト置き場、いいんじゃない。ドーナツ焼いて差し上げる。いや、なんかお汁とかでいらんって、中身だけ欲しい時とかに使うんじゃないの。でもあれやな、お玉じゃないから。いや、可愛いけどな、すごい可愛いけど、なんかそのレストランとかあって、わかるよ、あのやつ、わ、うん、かる。すごい可愛いね、これ。なんかこれどういうあれやろな、なんかどっかのマホックですかかな。これ可愛い。あ、それええやん。これ何やろう、お皿かな。ここにあった、それいいと思う。なんか可愛いな、うん、変身できて、そこに指輪とか置いといたり。あー、いいね、うん、猫ちゃん、エジプトの猫ちゃん、スフィンクスやな。これもうリアルどっかのファミリーやな、多分普通に双子ちゃん、お姉ちゃんとあれかな、これ昔のエビなんじゃなくて、これあれやろ、見本じゃないと思うで、本物やと思う。マジか、ちょっと怖いな。いろんなあれが入ってそう。これがちょっと可愛いなと思った。何？わからん、水入れ？これもしっかりお値段やね。うーん、さあこっちにもあるかな。わあ、なんか熊のぬいぐるみめっちゃあんねんけど。クマちゃんがポポポポポって。なんでこんな感じだったんは？もう一個か。なんか布が欲しいよな。布も欲しいんや。思い出した。そうや、布ね。布探してます。意外と布ないよな。出会いにくい。布。ちょっと違うかな。すごいこのクリスタルみたいな。可愛い。あ、ほんまやな。これなんやろ。あ、ブローチや。ブローチか。可愛い。あれ、ここ買ったとこやん。何を？あ、あそこやん。あそこやん。ここはあのムッシュがおるんや、ほんまや。見て、かわいい、このガッコガッコ、ガーガーさん、ガーガー。あ、見てこれ、ピアス、イヤリング。あ、すごい、かっこいい。これかわいいイヤリングやな。めっちゃかっこいいやん。美しい。あ、これもかわいいやん。ここやっぱすごいわ。これでも相方ないんかな。あ、綺麗やな。あ、ほんまや、それめっちゃ可愛いと思うね。どうや、いけたら、わ、めっちゃいい、めっちゃいい、いいね。ほんまやれやんな、その綺麗なドレスとか、うん、私にすごい似合うと思う。せやわ。Je te l'offre, c'est cadeau. Oh, かわいい。優しい。優しい恐竜さんあげた。なんぼでしょうか。30ユーロ。これは30と見た。でもこれすごい綺麗。何で買う？十？わからん。マユ。マユ。20。Van Gogh. Oui. Oh. Oui, c'est un modèle vintage. Ouais, super. Eh, 俺ちょっと考えましょう。ありじゃない。いいと思うよ。やっぱ。いや、これはない番。これは番ではない。出会わんよな。C'est pas mal du tout ça. C'est joli. Ouais, c'est très beau même. Ouais.Ces anciens blasons, un peu. Ah, d'accord. C'est joli. Oui. Franchement, c'est bon. C'est très beau. C'est très beau.まだまだ声がかっこよかった。もうしびれて今とろけそうやな、うちら、うん、そうもうヘロヘロヘロってなってない今。いや、これは買いましょう。イエーイ。こういうのとかもなんかセボンスター、わー、かわいいな。それもなんかかわいいよな。ここなんでこんなかわいいの置いてんやね、いつも。これさ、ここ取ってさ、ネックレスにしてもイヤリングにしてもめっちゃかわいくない。うん、これネックレス用じゃない、イヤリングでもいいし。あ、あの子かわいい。
すごい。わあ。さっきプレゼントもらった男の子がお礼にドリンクとパンを持ってきました。すごい。なんかいいシーンを見ちゃったな。なんか今日ちょっと今日いい日やな。今日やばい。わあ。やすやぶ。やす。おばあ。綺麗ですね。よかったね。わあ、なんか使う時がすごい楽しみになるような。やっぱあれじゃ生配信の時につけたいなこれ。これとね。うん、それも可愛いわ。この店すごいいいな。このムッシュもいい人やし。そうね、おすすめです、このムッシュ。ね。はい、じゃあこれを。でも、あの、相変わらず袋なしです。そうです、直です。これ何いいの何置いたらいいんやろな、こうバランス。フルーツフルーツや。フルーツかな。フルーツや。へぇ、ここなんか、しっかり古いものがあるって感じがする。確かに。ここはもう電気電気電気祭りな。しかも船とかについてそうな電気じゃないこれ。でもこういうのはいいかも案外。なんかかっこいいよな。あ、トアナブいっぱいあります。あ、これとか船のランプちゃん本当に。なあ、これなんでライトこんな置いてあるんだ。何のライト？わからん。すごいな。全然わからん。うわでもすごい。あ、ここの店あるやん。ポットを見つけたお店ですね。そうですよ。あでも見てこういうのも出てんねまたね新たに。すごい。なんかこの並びかわいいな。すごいな。この並び好き。いいね。わかる。火か。これ火やな。すげえ。これすごくない？この絵。アルコールランプ？なんやろこれ。ライトなんかな。ライトランプ？火の？火のランプかな。すごいな。それじゃプリ。それ好きです。あ。中がないニシンのパイ焼くときのやつやん。今やで、これこのすごい男心くすぐる系アイテム。どれこれはくすぐるわ。これあるよ、リアングニューゴーンゴーンってなるやつやろ。これパーツこれちゃう。あ、これや。絶対これこのパーツがこれなんやろな。いいよな。家にある人おる。ちょっと懐かしいストーブがあんねんけど。石油ストーブ。買ってたね。いやいやもうこれ多分俺小6やったら買ってって言ってるわ。小6。あ、かわいいねそれ、うん。いいやん。綺麗に磨いたら。すごい軽い。ここになんか、ほんまやね。あーちょっとチャッチーな。うん。これの方がくすぐんねんけど。うわーこれ俺小3でも買ってるわ。これ今でもくすぐるねんけど。ちょっとやめて。普通に可愛いで。いやわかるけど。わー見てほらあやちゃんこれ。あ、ホルンですね。ホルンの骨組み。骨組み。あやちゃんこれすごくない？なんか。あ、何それ。わかる。あれかな、ろうそく入れて持っていくやつじゃん。違う？置物ここにほらろうそく入れてさ、こうやって歩いていくやつじゃん。ワインのメッセ。ワイン飲むやつか。グテ。グテ。グテ用かな。真ん中に置いといてみんな。飲む。あ、じゃあ飲むやつかこれ。どうかな。面白いね。リパーナ鏡ですね。わあ。この辺とかめっちゃ可愛いよな。わかる。なんかドアノブとかやっぱ好きやからさ。ああ、これドアノブやな完全。ドアノブてかドアのコンコンコンやな。いいわ。すごい。なんか石よく売ってるけど、なんかここすごい多いな、立派な石が。かっこいい。綺麗。石って意外と面白いね。いや素敵やで。いや素敵やな石。かっこいい。さあ今日はこんな感じでしたね。早かったということで、今日はですね収穫はあやちゃんのイヤリングでございました。えい。よかったね。でもなんか知ってるお店もだいぶ増えてきて、そうやな、結構サクサク進んじゃったな。なんかちょっと、ね、あ、これ買うみたいななっちゃって、おもろかった。あ、覚えられてるって感じした。ということで、はい、今回はイヤリングをゲットしました。でもめっちゃいいイヤリングだと思った。すごいテンション上がった、ね、なんかやっぱこう心をワクワクさせるものってこういうものなんやっていう勉強にもなるんで、うん、いい時間でした。はい、じゃあ帰りましょうか。帰ろうね。お腹減ってよ。ポンテチーズが家に余ってるんでパン買って帰りましょう。焼きましょう。はい、せーの。それではご視聴ありがとうございました。オーバー。アビアント。雨降ってきたね。
バイバイ。